はい、こんにちは。チリのいろです。それじゃあ、今日も頑張っていきましょう。向こう行きます。はい、それじゃあ、今日は28回目ということで、地域調査の内容行きましょうね。もうだいぶね、慣れてきたかと思います。ちゃんと文章をしっかり読んでということですもんね。で今回は日本知識的なところもちゃんとイメージしながらね、この地域の特徴というものも意識しながら学習していきましょう。さあ、それじゃあ、ぺろっと。 問題ですね。それじゃあ、前回の続きです。今度は共通テスト2日程の第5問目の続き。それじゃあ行きましょう。幼児さん、福岡市都心の始発駅から電車に乗ってと、経過の変化を調べてみた。次の写真の日中の、ほんほんほん日中の J から L は幼児さんたちがいくつかの駅での周辺で景観を撮影したものと。また次のページの表の2、まあこれですけどね、表の2のサーシスは J から L の写真の撮影を、撮影した地点を含むと。市区町村のいずれかですよと。2005年から2015年の人口増加率と。まあ、そして老年人口増加率を示したものだよと。 まあ、それぞれのこの組み合わせを選んでみましょうという問題ですよね。はい。さあ、景観ですね。写真。この写真のところでどうなのかということでございましょう。はい。それじゃあ、ここでの内容。まあ、見ていってみましょうか。もうちょっとずっと大きくしてみましょうかね。あ、失礼。じゃあ、ここの場所。 さあ、この場所を順番に見ていくことにしましょうかね。それじゃあ、この JKL ということで、うん。始発駅から数分で着くと。始発駅から数分で着く駅と。ポイントは、あ新しいマンションが立ち並ぶということですかね。これがまあ大きなポイントでしょうね。そして今度は始発駅から30分ほどで着く。丘の上に古い小建ての住宅が並んでいたと。 古い住宅。ね。そして地発駅から1時間ほどで着く駅。駅周辺には田畑が広がっていたと。まあそういう内容でしょうね。こういうところが田畑が広がっている、まあ畑なのかなって感じですけどね。広がっているぞと。まあこういうものをヒントとしながら見ていくということです。で、こういうような表の2の中で判断するときに、さあ一体どこを指標に使うかということですよね。 まあ、要するに人口増加率をまず中心に見るのか、老年人口増加率を中心に見るのか、それともここを横並びに見ていくのかと。さあ、どのあたりがポイントになりますかね。どう思いますこういうのも比較的慣れというのが必要ではありますけどね。まあ、この受験においてです。我々がこの文章を読むときに必ず左から右に目が映るんですよ。左から右にね。 ですので、まあ大抵重要なものっていうのは左に置くのが基本なんです。そうしないとね、ってことなんですよ。ですので、ここの場合はもう明らかに数字がでかい、そしてマイナスになってると。数字がはっきり明確ですよね。多い、少ない、真ん中って感じですよ。で、ここの場合はどうですかね。人口、老年人口増加率は46.2、49と。まあこのあたりが意外と近かったりと。 そういった子がガクンと少ないということなんですよね。今日本全体においては高齢化の時代ですからね。まあ特に超高齢化ですから。こういう時代において、ここに関していきなり指標とするのは難しいのかなと。はっきりこっちに分かれる方が指標として使いやすいものなんです。そして、この人口増加率は嘘をつきませんよ。そのまま素直に捉えればいいと思います。で、あとはこの JKL は、 あなた方の感覚で、もちろん十分いけるのかと思いますよ。例えばですよ。自分がもしも住むならどこがいいかって考えたっておかしくないですよね。まあちょっとね、こっちにも住まわれてる方々がいらっしゃいますから。なのでね、ちょっと言い方が難しいところはありますけどね。まあ例えばさ、新たに、ね、就職を機にとか、そしてまあね、新しい新生活を始めようなんて思った時に、やはり駅地下は、ね、始発駅から、 数分で着く駅なんて交通の便が超いいじゃないですか。そして新しいマンションですからね、入居しやすいっすよね。まあこういうところはやはりね、若者なんかも入りやすいのかなって気はしますよね。もちろんここは人口が増える要素がありますよね。交通の便がいい。しかも新しいときた。もうそうなってくれば、これはもうここで素直に捉えていいでしょう。 差が J と捉えてあげると。そして逆にですよ。マイナス、人口が減っていくというパターンになってくると、交通の便がよろしくあまりないわけですよね。しかも、多発ったということ。通勤にも不便だし。なので、まあここからね、子供たちは出ていく。結婚を機にもいいし、大学就職でもいいですしね。ですので、こちらがマイナスの要素なのかな。 そして真ん中のところが K なのかなって感じですよね。位置関係から見ればこうですよね。こういう風にしていきますもんね。どんどんと離れていくと。遠いところはマイナス。そして近いところはプラス。まあそこでしょうね。まあそこの感覚がついていれば、まずはここですんなりいけるかなと。あとはここですよね。ここの理由付けがしっかりできるかどうか。まあそれが最後のポイントかと思います。ここのブレがなければ問題ないと思います。 例えば、ここの J のところ。ここの部分で、老年人口増加率が比較的高くなる理由ということですよね。まあ、様々な理由はあると思いますが、一般的に考えた場合に、例えばですよ。こういう場所に暮らしていた場合。暮らしていた場合となってきたときに、まあね、子供たちは就職とかでいなくなって、老夫婦が二人残ってると。そして、どんどんと歳を取っていくとなってくると、 この家の管理が大変になりますよね。まあ大抵は2階建てだったりなんかすれば小建てとかですからね。階段もあります。そして植木とかを手入れしたり草むしりもしなくちゃいけない。そうなってくるととてもね、老夫婦には大変なのかと。それだったらば、駅地か、バリアフリーか、そして病院にも近い。ねえ、階段登らなくていい。駅に行くにも。 なんてなってくれば、こっちの方が住み良いんじゃないんですかね。なので、だんだんとお年寄りなんかもこっちに住み始めるっていうパターンは考えられるということですよね。それがまず一つ目。そして、ここの、K のところ。K のところの老年人口が増えている理由。これはここにあるでしょうね。特にこの古い戸建てってやつです。だいたい中心部分から30分ぐらい離れたところ。まあ、ちょっとした郊外的な感じになります。 大体この福岡市がどんどんと地価が高くなって商業化していく。そうなってくると、まあね、価格が高いので外へ外へと出ていったというわけですよ。大体今から4五50年前って感じでしょうかな。大体まあ1970年あたりという感じになると思います。どんどんとベッドタウン化したんですよね。郊外への進出ですよ。これこそ。こういうところにかつて若い世代、 まあ20代後半30代ぐらいの人がいて、そしてそれで40年、50年経ってくればね、ねもちろん、高齢者になるわけですよ。順次ね。だから、こうやって多くなっていくんですよ。順次ね。ってことです。そして、こちらの方、1時間ほど行くと、まあ大抵この辺りは農村地域ということになるでしょうね。もともとは。ですので、かなり古くから住んでいる方がいらっしゃるというわけです。で古くから住んでいらっしゃる方は、まあ、 結果的には若者がいなくなってますからね。もともと高齢化率が高いんです。高齢化率がね。ですので、まあ、それ以上増えないかなと。まあ、ちょっと言い方はあれですけど、もともとお年寄りが多いので、それほど増える要素がないってことですよ。はい。さあ、まあ、そういうところの背景までね、ふむふむと分かってくれば閉めたもんです。まあ、特にこの部分の郊外への進出、だいたい今から4 50年前に若者たちが、 一軒家を求めて進出し、そして順次、今年65歳以上を召して,召していらっしゃると。ね。まあそういうような流れがつかめればいいと。そして若者ではなくこの高齢者たちも、それはもちろん都心の方が便がいいですからね、そっちの方にちょっとお金の譲りになる方々は戻ってくるというような感覚もあればいいでしょう。まあ古くから住んでる人もいるでしょうけどね。はい。さあ、まあ増える要素ということを考えてあげるということなのでした。さあ、そこで、 J がさ、L がし、そして K がすとなりますから、2番目が正解。よろしいでしょうか、はい。さあ、それじゃあ行きましょう。今度は福岡市の海岸線に埋め立て地が多いことに気づいた、幼児さん。いろいろ気づいちゃうんですね。で、ここの地理地図。1950年頃の海岸線を書き入れた、 次の図の3を見ながら、付近を歩いて、土地利用を観察したと。で、幼児さんたちが話し合った下の会話文、まあ、こっちに移しちゃいますけどね。1から4のうちで、誤りを含むもの、間違えているのはどれですかみたいなもんですよね。さあ、見てあげましょう。順次に見てあげましょうね。さあ、幼児さん、この藤崎駅を出て、現行暴類があったよ、ということだから、藤崎駅を探してあげましょう。 藤崎駅はどこかい,いなと見てあげますと、ここにいますか藤崎駅。ね。そして、現行ボールになるものは、まあ、この史跡のマークがありますね。こことか、こことかにありますよ。まあ、あとこの辺にもありますけどね。ちょっとまあ、あったりもするわけですよ。ね。で、ね、このボールがあったねと。で、史跡や寺院は、古くから人々が住んでいたことを示しますよ、なって。 だってまあ歴史の後ですからね。昔からいる場所に決まってるでしょ。で、神社もそんなにすぐ簡単に作れるもんじゃありませんからね。昔から住んでいたことを示しているよねと。うん、いいんじゃないですか。その通りだしよはい。そして今度、あたご大橋から、飛び石橋にかけては、可動がカーブしていたねということを言ってますか。どれですかこれか。飛び石橋がここにいて、あたご大橋があって、 稼働がカーブしておるぞと。確かにね、川がこうまっすぐ来たけど、ここはカーブしておると。うん、うん、うん。ですよね。で、稼働のこの形状っていうのは古くからの土地利用あ、土地がどうかを判断する手がかりになっているよと。まあ多分この辺りはある程度直線化はこういう部分ではされてはいるけど、もともとはくにゅんと曲がっていた部分も多かったんでしょうね。ということで、まあ推測はつきますよね。 だいぶ洪水の被害とかをなくすために川をまっすぐしたと。だけどカーブしているところもあったりすると昔は結構曲がっていた地形だったんだなってことは推測がつくよねと。いうことだからこの内容ももちろん丸でいいですよね。丸。ここも丸でしたね。よいしょ。そして次。桃地浜の方向に歩いていくと整然とした住宅地区は広がっていたよと。 桃地桃地浜ってこれですかああここにいたり、ここにいたりと。とこっちの端からピピピと歩いていたんですねで。そうすると、この桃地浜というのがあって、生前さえ住宅地が広がっていると。まあこういうことなんですよね。ピピピと。結構四角いのがピピと並んでいるとう。で、建物の密度や区画の広さを見ると、埋め立て地では、 計画的な都市開発が行われてきたことがわかるよと。埋め立て地なんですね。まあそもそもここにこういうのがありますね。1950年頃の海岸線というのがありますからね。昔はこうだと。だからこれ埋め立て地ですよと言ってるんですもんね。ああで、この部分。結構整然と並んでますからね。もちろん整然としたって言葉が生きてくるわけですから。 これはもちろん計画的に決まってるでしょう。ということからこれもまる。そうするとこいつがダメなんだろうなと、間違いなんだろうな、ということは予測がつきますけどね。でも一応見ましょう。古くからの土地や埋め立て地なのかは、うん、地図で公共施設や学校の有無を見れば判断できるよと言ってるわけですよ。はい。 公共施設とか学校の有無で昔古いところなのか埋め立てしたのかしていないのかそれがわかるよって話のようですけどねさあどうですかこっちの部分には、まあ、よく見てあげるここに図書館のマークや博物館のマークなどもありますわねそしてあとはまあ学校のマークなんかもところどころございますわねこういう地図記号を見て埋め立て地かどうかがわかるかってわけですよねいやわかんないっしょそんなのはね ですので、この公共施設や学校の有無を見ても、埋め立て地なのかそうじゃないのかわかりませんで、っていうことです。だって新たにどうせ整備したもんですからね。ですので、判断は難しいね。ダメだね。ということで、これが正解。こういう内容です。どうでしょうね。で、ちゃんとこの前後の文章も見るっていうのもよくよくしときましょうね。それがかなりヒントになることが多いです。はい。さあ、それじゃあ次の問題見てみましょう。 今度は福岡市で地域調査を通じて地方を中心都市ですねあ。地方を中心都市って言い方もありますわね。さっきは地方中枢都市なんて言うのね。言いましたけど、地方を中枢都市。広域中心都市なんていう言い方。まあ、でもそっちが一般的な気はしますがね。まあその役割に関心を持ったゆうたさん。福岡市から見た日本の人口移動について考えた。うーん次の図の4は各 都道府県から福岡市への転入者数の方が多い場合は転入超過。福岡市から各市町村各、各都道府県の転出者が多い場合は転出超過として、その超過人数を示したものであると。 そして図の4に関連する事柄を述べた文として下線部が適当でないものを選びなさいと。誤ってるのがあるわけですね。さあ、このあたりは少し整理しておきましょうか。ピッと。転入超過。転入超過となってきた場合には、こういうイメージですよね。福岡市というのがございましてな。ここに他のまあ、 のがあるんでしょうね。都道府県というのがあって、転入超過なので、福岡市にこうやって入ってくる人たちが、出ていく人に比べて多いですよと。まあ、こういうイメージですよね。そして、転出超過となってくれば、福岡市。 というのがあって、どこぞの都道府県があって、この福岡市から、まあどこぞの都道府県に行く人が多いと。まあ、逆に入ってくる人が少ないと。ここの差のことを言ってるんですよね。はい。まあここをしっかりとイメージをかけて答えられればよろしいかね。 さあ、それじゃあ順を追ってみていきましょう。一番目、九州地方の各県、もうここ限定のようですね。転入庁か、転入庁か、福岡市にガンガン入ってきてると。まあ、それに関してはと。まあ、こうなってますもんね。はい、確かになってますよ。その理由というのは、進学や就職をきっかけにした人口移動によるものだと。 いわゆる九州ブロックの、まあ、地方中,中数都市である福岡市に、あ、俺も俺もと働きにと。あとは進学とかにやってきたということですから、うん、これは OK でしょ。だって九州ブロックの中心だもんってことだから丸ですよね、これはね。はい。じゃあ次。中国、四国地方のうちおう、四国、中国地方のうち、そのうち、 転入超過を示す。転入超過。ちょっとグレーの濃いやつですね。を示す地域は人口増加率が高いと考えられる。人口増加率、うん、この中で、うん、超過を示すのは、あこのあたりとか。ちょっとこれ色変えるか。うん、オレンジにしようね。これがいいか。このあたりかな。このあたりかなと。 まあ実際に県名とすれば山口県とか、まあ広島県かな。まあこのあたりが行くよというわけですね。まあから福岡に行くよというわけでしょ。こういうパターンですよね。だからそもそも福岡市にどん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 人が流れていくような状態で人口の増加率が高いって言い切れないですよね。まあ少なからず転出は多いですよ。増加率に関しては社会増加とあとは自然増加。 生まれた方から亡くなった方と。まあそれを引いたものですけどね。今日本のような少子高齢化の時代で、まあこの自然増加で人がワシャワシャワシャって生まれるってことは考えにくい。逆に今度は出ていってるわけだから、増える要素ないっすよね。人が増える要素はないですよ。もともと出ていってるし、そして生まれることはあまり期待できないし。ということを考えれば、これは高いとは言い切れないっすよね。 この場合は出生率と死亡率が出ていないので、はっきりとは言い難いけれども、普通の場合で考えた場合に、少子高齢化だし、出ていく人が多いんだからってことで、これはダメでしょ。こいつが間違いですよね。さあ、でも全部見ましょう。次。大阪県や名古屋県への転出超過や転入超過が少ない。ああ、確かにね。確かにね。ちっちゃい丸ですもんね。で、小さいというのは、 転出者数と転入者数の均衡していると。まあ差が小さいから丸がちっちゃいんだよねと。まあその通りでしょうね。大きな丸にならないってことは、まあほぼ均衡しているということなんでしょうね。なのでまあこれは丸でしょう。次。東京圏への大幅な転出超過。ああ、確かにね。転出超過。ありますわね。日本全国における東京の 人口の、おける人口の東京一極集中を反映していると考えられると。まあ、いわゆるこの部分、福岡市から東京とか、この関東一円圏のところに、まあ、神奈川とかね、行く理由というのは、就職であるとか、まあ、特にこの東京の機能が高いから、みんなそういう場所に職を求めて出かけていくんですよね、という話なので、まあ、これも OK でしょう。はい。福岡市から出ていくということなんですよね。だこの九州ブロック、福岡から見たとしても、 東京というものが非常に魅力の高い場所なんだということがよくよくわかりますよね。まあそれだけ大阪は昔は大阪の方が多かったんですけどね、大阪を飛び越えて、この東京に行ってるということから、まさに大阪よりも東京っていう感じなのでね、こういう部分で機能が高いことが予測できるということなので、これはまあ丸になるでしょう。なので正解は2番目。大丈夫でしょうかはい。 さあ、ちゃんとこういうところをね、イメージ整理をしてあげること、重要ですよ。で、今何気なく言ったけど、ちゃんと懸命なんかも後でチェックしてくださいね。日本はとにかく、ちゃんとね、懸命ぐらいはしっかりしとかないといけませんぞ。はい。さあ、それじゃあ今日はここまでといたしましょう。はい、終わります。はい、お疲れ様でした。授業どうでしたかわかりやすかったですかまあ、しっかりと復習して、自分のものにどんどんしてってくださいね。 この考え方を自分のものにしていくってことが一番この地理の学習には大事なものですからね。はい。それじゃあ一緒に頑張っていきましょう。